今午前11時前、10時57分です。地震発生から約3時間が経過してます。今台北市の中山区ってエリアの春里駅の近くにいます。まあ今んとこ余震も少しずつ続いてはいるんですけど、まあ台北市内のこのエリアは特に混乱している感じではなく、そして上の方も特に何か落ちてるということはなさそうですね。いやでも信号も特に問題はなさそうです。ただやっぱり余震が続いているのでちょっと怖いってのもあって、家の中にいた方がいいのか、でもなんか倒壊している建物とかは東部のファーリエントエリアのようなので、今のところは、でもこのね、建築系、これの上とかからね、落ちてきてる映像が台北市内でもあったので、いやー気をつけないと怖いな。もちろんヘルメットを今つけてます。今からとりあえずスーパーにお水だけ買いに行こうと思って、お水は生きてるんですけど、もし止まったりしたら困るんで水だけは確保しときたい。特に混乱してるとかではないですね。3時間経ったのでちょっと落ち着いたので食材を買いに行きました。特に問題なく物は売ってますね。